かもなんか衣笠の噂なんですけど、なんか神、まあ、敬神官とか後神官とか、うん、それこそ私たちの先神官とか、はい、その心ってついてる官ってこう墓地を埋めて建てたっていうのがあって、そういうとこには全部心っていうのがついてるらしくて、なんかディオールめっちゃ嫌じゃないですか。いや文学の建物の、はい、精神館だから多分心の墓地を埋めて作ったと。マジっすか。精神の地下出るんですか。ちょっと地下あるって言ったらまた地下あるねんな。地下で全然講義あります。え、地下で講義あります。地下では自撮りできひんの。はい、よこずほんまや、自撮りできへん、絶対。地下はヨーヨー感聞いたことある。ヨーヨーやばい。スタに覆われてきた。スタ入ったら出てこれ。そんな、なんかお化け屋敷みたいなとこあるんですか。やば。今、法学部がそこなんですけど。あ、ヨーヨー感。ヨーヨーです。ヨーヨーどうすか。もう出れなくなりそうな、私入らないです。衣笠さんの横に墓地ってなかったですか。ありますよ。ありますよ、ね、全然見えますよ。てか衣笠さんから入る墓地が、衣笠からしか入れない墓地みたいな。そう、入り口が柵みたいな、なんか何やったの。怖。朝とか一軒目通ってこう墓地を見つめて墓地を見つめて自分の教室に行く。最悪のモーニングライフですか。でも面白いな、逆に、まあ、いろいろあって。